さあ草薙ローズ、草薙さくら対アギレラララ見ていきましょう。ルーザーズサイドとなります。はい、わやはり地上戦に関しては分があるのは草薙側のさくら、やはりクラップ中足で蹴れてしまうと、そして足も速い、前調整を一方的にされるので、アーラとしては近距離戦の得意な展開に持ち込みたいですが、この距離は少しやりづらいでしょうか。ジャッキーからダッチ、今日キッククラッシュハンター、春はやってから昇剣画面足投げを通して、あこの展開になると苦しいか、そして下がっていく。ジャッキー、あ万強パンチから発動して、ここ V リワサ返していく、あダッチ強パンチクラッシュハンター、次来て V シフト逃げ切っていく、ダッチ強キック、やはりジャック系確定反撃非常に長い。ユクサドでクラップ消して投げの展開、ボルト旋風脚下がってダッチ強パンチ食らっている、フルコンボ、これどうなる、投げて発動化していく証券、おっ外に珍しい当たり方、草薙がまずは1ラウンド、ああいうところのアドリブがやっぱすごいですね。そうですね、かなりでもやっぱりあれですね、地上戦はかなりララしんどそうな印象を受けますが、まだやりたいことできてない感じですもんね。そうですね、リーチの長い技をぶっと、さーっと V シフト読んでいるような動きでしたが間に合いません。着中アバンテは止めている、あっという間に体力が、さあ3リーチスタンチ回復します、しかしここで飛ばせて落とす、フラキック届かない、タッチキック活動から中パンターゲットを投げて、さあ読んでいる、ここもクラップ V リバーサル、あーこれこれこれ無敵時間が噛み合っている、タッチコマチで暴れて、これは投げていく、まだところが下がって一旦式に直します、クラップまだ残っている、証券対空冷静、これは許しませんでした、よく見ている。まずは草薙が1セット選手、いやでもアギレラ選手もあれは取り行きたいっすよね、殴り合いでしたね、いやまあでも全体的な流れとしてはやっぱさくらに分がある展開に見えましたね。そうですね、両者のシフトが、あの開幕で上が当たっちゃったのもちょっと警戒しちゃいますよね確かにそうですね、あら天行が天行が当たりましたし、やっぱジャック系ですかね、あとはタッチ強キックかなり先端気味でガードさせてもジャック系からの証券確定してたので、長いよなあれ、うん、かなりやりづらそうですが、おこれは別のキャラクターというのもありそうですね。こうなるとダラ以外だと伊吹 G ジュリとありますが、それぞれがどの程度の連動かというのがあまりわからないので何とも言いませんね。ギリラといえばララみたいなとこありましたからね、うん、昨日はララのみって感じですか、のみだと思います、はい、はい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 、あ去年の3位なんですね、2回目のチューブアメリカの、なるほどなるほど、どうでしょうね、いぶきチューブ、チューブさくらだと誰があれなんだろう、さくらまあどうでしょうね、いぶきは、まあ、EX くない使って、はい、まあ、通常の対空メインのさくらに関しては攻めるきっかけは作りやすいと思うんですが、普段から対戦していてそのさくら対ララになっているはずなんで、そうっすよね、うん、同門ですから、それに対して被せがあるのかというのは何とも言いませんが、こうやって喋っててもあれですもんね、普通に冷静に落ち着いてるだけかもしれないですもんね、インターバルで、ね、キャラクター変えないっていうのも全然ありますからね。草薙選手は昨日状況に応じてトリガー変えたりとか、あった ねキャラ変えたりとかしてましたよね。さくらは結構使い分けが、うんうん、できるキャラクターなので相手によって、
今回は波動強化を使ってましたね。ラマ相手にはなんなら無敵技が使えるようになるトリガーの方でもまあいいのかなっていうのもありますし、本当好みですよね。さて来ましたよ、キャラクターは継続でございます。ザラとトリガー等に変更があるかないかくらいですかね。注目するべきはトリガースキルともに変更なしとなっています。一息入れたって感じですね。そうですね、立ち回りで前一つ前のセットは圧倒されていたという展開でしたが、これだそうですね、あの距離で、あのマイナー4の状況でララは結構触れる技少なそうですね。さくらの最速の立ち上げに対してこれですね、当たっちゃったら仕込んでますもんね。ララ側も持続の長い弱系ボルトとかを打たないといけないんでしょうか。タッチ強キッククラッシュカウンター、ハルハヤテからここは置き攻めを選択、あっという間に画面端だ。そして体力差大きく開いてます。弱小体格から画面端、トリガーを引きたいが引かせない。ここでクラッパスを打撃だけはもらわないと手堅い立ち回り、大して切りに行く、あこれは届きません。下がって残り35カウント、これはきつい。ハードオート、サナギが鉄壁の立ち回り、立ち強キックかなり嫌そうですね。そうですねこの後手が出せなくなってしまっていると、何回かクラカンもらってましたね、はい。しかもその後の弱形に対する答えが見つかっていないという展開でしょうか。かなり気持ちよく顎跳ね、新要素ですね。空中から追撃を決めていく、ヒット確認から勝負で追撃して3位中大天行から EX 旋風、そして条件パーフェクト KO であっという間に2セット取っていきました。草薙がリード、これは嫌な流れですね。ちょっと苦しいですね。ルチャー、ね、地上で何も触れなくなっちゃってるので苦しいな。地上戦ですね、やっぱ立ち強キックをまずはどうにかしないとっていう展開に見えましたね。不用意に飛ぶと落とされるしっていう、そうですね、まあ、イメージがやっぱついちゃってますよね。落とされてもそこまで、顎跳ねで落とされるとさすがに痛いんですけど、はい、通常技で落とされたりとか弱小で落とされる分にはそこまでなので、やっぱあそこまでブンブン振られてるんだったら飛びたさはありそうですけどね。あれ難しいですよね。いや逆にあれなんですか、ね、絶対に落とされるって気持ちになりますからね、大会中とか。そっか、そっか、普段からやってるからこそやってくんじゃねえかなって深読みしちゃってるのか。なかなか序盤の、お、やはりキャラクター変更ですか、いぶきとなりました。攻めるきっかけは確かにつかめてなかったので、いぶきであればEX 区内を起点に攻めることができるというのがありそうですが、歩きも早いですからね。7ほど、うん、いい立ち上がり、さくらの間合いに付き合うこともないでしょう。中足立ち強キック、温床蹴りで波動を抜けていく、すごい今の上からいくが上げ面で落としてライダー投げはバックステップ。この立ち合い、やはり伊吹も4フレーム技に関しては非常に長いキャラクターですので、立ち強キック少し振りづらくなります。草薙、あ、まあ、厳しい、大足の隙フォローしていく、くない、やはりかなり内容変わりましたね。そうですね、上からブリバサル暴れている、あーっと強化条件空振ってしまう。さあ残り変わりましたでしょうか。アギレラが1ラウンド、タチキョウパンチ珍しいタイプ、
ゆくさない。さあこれは確定になります。めり込んでしまう。あ、やはり大 K の後の展開、答えが欲しいが、ライン上げていくが、これはどうだ、無敵で抜けていく。上から V リバーサルは投げて画面入れ替えます。あとクナイが出ない。しかし立ち木を聞く、上げ面対空から風魔手裏剣さ表裏と素直に入れ替えを選択します。コパンから投げて立ち木を聞く、ここも上からかぶせる中足シャツをシット確認しっかりしている。あ、素晴らしい。いやでもアギレラ選手上ジャンプ通るようになってますよね、はい、そうですね、めくりの位置でしっかりと飛ぶようになったことによって、あっと無敵だ、これは痛い。立ち木を聞くクラッシュハンターから中継ターゲット、投げ上げて上げ面からここで一気に下まで持っていく。区内補充から強系ターゲット、繋がっていない、確定反撃。ショー追いかけて後ろ下がりでアギレラが距離を離します。投げてトリガーがあるが EX アドバスド下段しっかり下ろし、あっとこれ確定反撃、風魔手裏剣からしっかりとコンボを決めて、もう流れが変わりました。変わりましたね。アギレラが取り返して2-1、マジピック、展開がかなり変わりました、ね、なんか巻き虫置くことによって前に来て強肩振らないようにさせるのもあるし、不意な飛びもよく通ってましたね。飛びですかね、やっぱりポイントになってるのは強キックの後の最速弱形とか、はい、桜側の行動に対してめくり飛びで落としづらい距離で飛んで、おっとこれはまさかキャラクター変更ですか、トリガー変更っていうのもあるんでしょうか、どうなんでしょうね、まさか、うん、あまり桜側のトリガーは機能していなかったような印象を確かに受けるので、ここで早めに取っとかないと追っかけてくるものの恐怖ありますからね。そうですね、実際に取り返されると嫌な、ここで取られるとかなり流れは向こうにアギレラ側に傾きますから、そのまま決めたいですが、アギレラ選手はもうキャラ変えられないですもんね。そうですね、負けたレギュレーションとしてそのセットを落としたプレイヤーのみキャラクターが変更できるというルールがありますので、どうなるんでしょうか。やはり上からの攻めが通っていたことが大きなポイントになっていたと思うので、さあトリガーとかはどうだ、スキルトリガーはどうでしょうか。トリガー変更していますか、これは E1 シュンプー変更してないですね、継続ですね、一旦戻ると。さあ強キッククラッシュカウンターから投げてシュンプー逆先端から踏み込んで投げていい選択、グリバサル巻き菱は踏みますが、ここでターゲットから発動して、なるほど巻き菱、あっとどうなるか、これは試合自体は進行しているのか、でも曲がそのまま流れているので、はい、こうなると。なるほど、確認していただきましょう、うん、レギュレーションとしては退出していた場合は退出してしまったプレイヤーがセットを落とすというルールだったはず。なるほどですね、ええ、どっちだ、どうでしょうね、ザワ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 、なるほど、おそらく再試合となる、再試合、再試合だと、はい、これちなみにいや俺は気にしないよって言ったら再試合になるんですか。あ、今のは多分両者残ってたんじゃないですか。そういうことですね、うん、ちなみにそうなった時でもそういうパターンもあるってことですかね。俺は気にしないよって言ったら、やっぱそれは当人同士でそうなったらそれは通るんじゃないですかね。ボクシングみたいですね、うん、あ、ボクシングそうなんですか。
今のスリップだレフリーっつって、いいぜ来いよみたいな、かっこいいなそれ、たまにありますよ、あるあるある俺は気にしねえぜっつって、あそうなんだ、でも見たいですもんね、こんな形では終わってほしくないというか、そうですね、当人たちもなんかもやもやしますからね、同じチームだしまたすぐ会うでしょうしまあ感染側だけその感染が中断してしまう場合とかもありますから、あそうなんですね、はい、その場合試合がどうなったかは分からないので、まあ一旦待ちという感じですね、はい、まあ、でもいぶきのピックはかなりいい方向に転びましたね、なんかね、ね、うん、ちゃんとガードした後の差し返しとかもきっちりしてましたし、あ今日キックの後とかですよね、はい、あと盆栓で球抜けるんですね、あそうですね、盆栓知らなかったです僕、球抜けます、盆栓もそうですし、やっぱ上からの攻めが要所で使えるようになったのがやっぱり大きそうですね、 EX クナイのプレッシャーもありますから、そうですね、あれ区内投げることによってちょっと止まるじゃないですか空中で、だから落としづらいってこともあるんですよね、はい、どっちかっていうと何でしょうね、地上対空狙っちゃうと通常飛び落とすタイミングで出すと EX 内が刺さって、あそういうことですか、通常技の硬直に刺さってそのままコンボ決められちゃったりとかって感じですね、だから空対空結構意識しないといけなくなるんですけど、なるほどなるほど、そうなると今度は地上がとか、なるほどね、草薙選手は地上をこうしっかりしている選手だから難しいですよね、その両方見るって、そうですね、さて動きがあったのか、はい、誰かが、はい、試合が中断していると、うんうん、現在審議中ですと、なるほど、審議、審議です、どうなるか何の審議か分かりませんが審議中とのことでございます、審議中、はい、お待ちください、はい、お待ちください、お待ちください、まあオンライントーナメントですからね、そうですね、こういうこともあります、あります、まあ2年目なのでこの形式も、去年ありましたね、台風ハリケーンの影響で、僕がラウンジしたやつですか、はい、七位討伐クエストがそうです、あれがあれからでも企画でね、そうですよ、生まれましたからね、今年なくなっちゃいましたけどね、新しい企画、いやこれからあるんじゃないですか、生まれるんですか、もし何かあれば、何があるか分かりませんよ、ただまあ試合数多いですからね、はい、毎週毎週ある、7位さんのプレーショーもあるかもしれないです、僕が、はい、誰と喋るんですか、一人ごと矢野 TV と喋るかいやロブ TV みたいな矢野 TV 矢野 TV にコスプレしてすごい専門的な知識でパワハラしていいってことですか、そうです、なんか言われても俺はマイナス4マイナス4って言って日本の時間違ってるじゃんっつって前は4じゃないんですけどって言ってそれやばいな、矢野 TV 面白いね確かに日本のプレーショーとかやだな、でも日本でプレーショーしてあんなにバイソンのこと叩いたらめちゃくちゃ叩かれそうですもん僕お動きありました、あ再試合になりそうですか、あよかった、はい、再試合のようです、それでは七井さんよろしくお願いします、はいお願いいたします、 2-1 で草薙リードのところからですかね、はい、ラウンド1さて上部にカウント出ていませんが、さあどうでしょう、完全に再試合ですね、さてトリガースキルも同じというところ、試合の流れとしてはアギレラが若干ペースを握っていたと、そうですね、いうところでしょうか、いや空対空意識し始めましたね、草薙側もこれ深い、しっかりと確定反撃、画面足アギレラの攻め、入れ替えが通る、これは大きい、減ったショーから打撃埋めている、カウンターからコンボをつないで一気にスタンまで、これでマッチポイントは草薙さくら、脱ぎましたね、やはり決めてきてますよそうですね、マッチポイント暗い、うまいところでバック風を当てていく、後ろ下がり、やはり歩きが早い、ハドタッチ強キックステップを通す、中中小剣ステップが通る、
ここは踏み込んで投げ返していきますアギレラ。瞬風逆国内でフォローして上から攻める。今度は草薙側が攻める展開続いています。中足から瞬風逆着系 EX 波動拳橋技しましたが、おっと大観客から EX 瞬風逆召喚。ここの置き攻めはどうだ、しのげるか、なんとかしました。これライダーまだ空馬瞬間使わない。バックステップこれは間に合わない。確定反撃着系召喚で決めていきました。ルーザーズラウンドまず制していったのは草薙選手の桜となりました。おめでとうございます。取りましたね、取りましたね。そしてコスを脱いした時の